皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、スポイル受験ゲームネプテューヌマーク2実況プレイのパート32やっていきたいと思います。何してんだっけ、なんかリニーボックスの方でなんかトラブってんじゃなかったかな。まあそれを解決していくんですけれども、まあ前回は結構敵との戦いでね、苦戦を強いられましたので、またちょっと撮影外でがっつりと、ちょっとね、後輩なまでにレベルを上げておきました。まあ、当分はこのレベルでいけんじゃないかなということで、全員レベル65でございます。これでいけなかったらちょっとあれですよ。まあ、結構ね、このマジコン製造工場との経験値が良くてね、ここでしばらく稼がせていただきましたと。やっていきましょう。これで苦戦したらびっくりだ。ひどい、街がめちゃくちゃに。私の国でよくもこのような真似を。あ、あそこで暴れてる人がいる。こらー、やめなさーい。壊せ壊せ、とにかく派手にやれって命令だ。遠慮はいらねえ、思う存分暴れやがれ。なるほど、早えな。しつこすぎて言葉が出ませんの。もう何回目かしらね、こいつと会うの。10回目までは数えてたですけど。お、来やがったな。思ったより早かったじゃねえか。あれ、今日は慌てないの？ゲーッとか言って。そう、いつもいつもワンパターンなリアクションしてられっかよ。こっちはな、ずっと待ってたんだ、てめえらがまんまとやってくるの。どういうことですか？さーて、どういうことだろうね。戦って勝てたら教えてやってもいいぜ。それじゃ遠慮なく。うわあ、待て、てめえら、せめてバトルイベントくらい挟みやがれ。なよ、めんどくさい。どうせ勝敗は見えてる、やるだけ無駄。パラメータが違いすぎますもの。わざわざボス戦をする価値もありませんわ。言いたい放題言いやがって。うるさいわね。勝ちは勝ちよ。約束通り何を企んでたのか言いなさい。まあいいか、十分時間は稼げただろう。お前ら撤収だ。待って、まだ何も聞いてない。また地下から？どうしたの？こちらはひとまず片付いたけれど。お姉様、申し訳ありません。私としたことがまんまと敵の手に。お、どういうこと？まさかこの町の破壊工作は。陽動ってやつか。陽動だったんです。お姉様たちがこちらに構っている隙にプラネティウヌが。プラネティウヌが狙われた。殺されました。来たわね。チカさん、どういうことなんですか？プラネティウヌが落とされたって。リースンは大丈夫なの？順番に話すわ。まず今回のリーンボックスの破壊工作がそもそも敵の陽動だったの。
あなたたちをプラネティウヌから引き離すためのね。あずってんね。で、その隙に敵の主力がプラネティウヌを制圧したってわけね。してやられたですの。本当にごめんなさい。私が安易に救援など求めなければ。気にすることはないわ。自分の国が破壊されていれば誰だって助けを求めるわよ。お姉様。いえ、慰めは結構ですわ。これは明らかに私の失態です。教祖様。もう誰が悪いとかはいいってば。それよりイースは平気なの？つい先ほど向こうから連絡が来たわ。イストワールを返してほしければ女神候補生だけでギャザリング城まで来いと。随分とあからさまな手。罠ですって言ってるようなものじゃない。卑怯だよ。人質を取って呼び出すなんて。わかりました。私行きます。あなた、人の話聞いてたのかしら。あまりに無謀。向こうが何を企んでいるかこの時点では全く読めない。だってイースンさんが捕まってるんですよ。早く助けに行かないと。だから罠だって言ってるの。素直に言ったところで人質を取り戻せるかどうかわからないのよ。でもでも行かなきゃ絶対助けられないですし。それはだから何か手を考えて。仕方ないわね。私も付き合ってあげる。あんた言い出したら聞かないし。あなたまで。いいの？ユニちゃん。いいも何も向こうの条件は女神候補生だけで来いでしょ。一人で声を入れないね。私たちも行く。しょうがないわね。今回は貸しよ。ちゃんと返してもらうんだから。ラムちゃん、ラムちゃんまで。あらあら、女神候補生たちはすっかり誰かさんのお人よしが移ってしまったようですわね。あなたの妹のせいよ。どうしてくれるのよ。二人が怪我したら許さないから。私に言われても困るよ。ごめんなさい。私の判断ミスでこんな事態を招いてしまって。気にしないでください。大丈夫です。絶対イースンさんは助け出してみせますから。よしよし。D ランクまだまだ上げないとダメだな。まあまだ上げる機会あるでしょう。でだ、せっかくなんで編成を感じで。うん。よし。行くからね。まあ普通にプレイするあたりは、なんだろう。まあ、守護女神のパーティーに加わってる人数だとか、あとはリリーランクの状態でエンディングが変化するみたいなんで、まあ、そのね、分岐条件満たす部分までは、とりあえず、これでね、行ってみようかなと思います。聞けるまで。なんかこう、彼女らのね、成長っていうのも見れて、いいんじゃないかなっていう。さてで早速やっていきましょう。ギャザリング城。あ、早速アイテム。あ、これは何でしょう。
マップ構想よくわかんないけど、とりあえず、宝は片っ端回収しておきたいよね。見ておきたい。やっぱりあった。いいもの見つけました。お、クレイマーを手に入れた。名前的にはネプチューンの武器だね。あ、でももう今持ってるやつも強いわ。うん。こっちは何もない。はいね。よし、行きましょう。アイテム発見。ユニミデスのお守り。どうしよう。ウイルス封じれないからな。おっと、また。まあレベル差があるからね、多分こんなに食らないでしょ。華麗に決めるわ。ターゲットロック。狙い撃つわ。ターゲットロック。 HP 貯めるように殴っていこう。私も女神様だから。えい、いくよ。私にもできた。私に任せなさい。えい、ターゲットロック。オッケー。どう？この辺には何も置いてない。ここにもない。よし、さて、トリックザハードのやつがなんか仕込んでるらしいかな。多分来るでしょう。素晴らしい、素晴らしいぞ。まさか人質までこのような幼女とは。私を人質にとっても無駄です。彼女たちは自分の使命をちゃんと心得て。まあまあ、そんな怖い顔をしなくても、せっかくの幼い顔が台無しだ。なあ、匂いを嗅ぐぐらいしてもいいよな。手は出さないからな。ほどほどにしてくださいよ。大丈夫だ、自制心には自信がある。では失礼して。
やめてください、この変態。あはくくくくく、変態は褒め言葉だ。あいつら早く来てくんねえかな。いた、イースンさん。ネプギアさん、なんて来てしまったんですか。おお、あれは幼女、女神幼女。ゲッ、あの時の変態。あの人嫌い。あっくくくく、なに、怖がることはない。さあさあ、こっちへおいで、一緒に楽しいことしようね。約束通り来てやったんだから、人質を話しなさいよ。なーに、バカ言ってんだよ。悪の組織が律儀に約束守るはずがねえだろ。まあそうだろうと思ったけどね。だったら力ずくでも。いかん、それはいかんぞ。お前たちが手を出してきたら、こちらも人質に手をかけざるを得ない。頼むから、この手で幼女を傷つけるようなことはさせないでくれ。イースンさん、どうすれば。わかってもらえたか。ではまずは二人の幼女をこっちにおいで。逆らったらどうなるかわかってるよね。いや、だけどロムちゃんに変なことしたらただじゃ置かないわよ。大丈夫だよ、こう見えても犯罪組織一の紳士だからね。あくくくくくそうは思えんな。あ、幼女だ。こんな幸福があっていいのだろうか。三人もの幼女に囲まれて、やだ、息かけないでよ。気持ち悪い。すみません、私が不甲斐ないばかりに。まああっちはあっちで楽しんでもらうとしてだ。トリックスハード様、こっちの二人は好きにしちまって構わねえですよね。うん、幼女以外に興味なし。よっしゃ。おいてめえら、逆らおうなんて気起こすんじゃねえぞ。さて、積年の恨み晴らさせてもらうぜ。ネプギアさん、ユニさん、やばいね。目つきだな。いいのか、こっちには人質がいるんだぜ。オラオラ。ネプギアちゃん、ユニちゃん、やめさせなさいよ。おとなしく捕まってあげたでしょ。あっくっくっく、やめさせたいか。それじゃあ一つ言うことを聞いてもらったりしちゃうかな。何をさせる気よ。どうせ変態なことなんでしょ。それは間違いない。なーに、難しいことじゃない。君たちが犯罪組織に入ってくれればいいんだ。あ、そっちか。俺はそれで犯罪組織に。何をバカなこと言っているのです。ネプギアちゃん、ユニちゃん、犯罪組織に入ったらもういじめない。ロムちゃん、何言ってるのよ。だって二
ちゃ。それは本当に約束は守ってくれるの？もちろんだとも。幼女と交わした約束は絶対。これは我々の業界の鉄則だ。じゃあダメ。ネプギアちゃん、私なら大丈夫だから。だから絶対犯罪組織なんて入ったらダメだよ。こいつの攻撃なんて全然効いてないわよ。もし犯罪組織に入ったら真っ先にあんたたちから倒してやるからね。二人とも減らず口叩いてんじゃねえよ。おらおら、喋れなくなるまで痛みつけてやら。あ、余計に怒らせちゃったね。このままじゃ大変なことになっちゃうよ。うん、嫌だ。うん、私も嫌。そうだろう、嫌だろう。それじゃあ今すぐ犯罪組織に入って。守ってもらってばかりなのは嫌。誰かを助けられないのは嫌なの。お、なんだ、幼女が光り輝いて。これはお二人の力が急激に上がっている。ロムはノーザンクロスを習得した。ラムはアブソリュートゼロを習得した。今度は私が二人のことを守る。もう好き勝手させないんだからね。な、何やってんすかトリックザハード様。パワーアップするくらい全力で幼女に拒絶された。死にたい。落ち込んでる場合じゃねえっすよ。まだ人質がいるんです。無理やり言うこと聞かせりゃいいんですよ。そうだったな。おい、こっちにはまだもう一人の幼女が。あ、いない。どこ行った？探してる人質はここかしら。あんたたちがバカやってるうちに取り返させてもらったわよ。エースに逆転だね。大丈夫だった？怪我してない？はい、私はなんとも。お姉ちゃん、他のみんなもどうしてここに？罠って分かってて黙って行かせるはずがないでしょ。こっそり後をつけて隙を伺ってたの。ロムとラムが隙を作ってくれた。もう我慢しなくていいよ。こんな奴ら思いっきりやっつけちゃおう。そうね、やられっぱなしで黙ってられないものね。私今回はすごく怒ってます。どうすんですか。めちゃくちゃ怒ってますよ。うろたえるな。多少遊びが過ぎただけだ。戦いで遅れを取るつもりはない。あんたのことはずっと前からやっつけてやるって決めてたんだから。私たちを洗脳したこと、体中をペロペロしたこと、それにプギアちゃんとユニちゃんをいじめたこと、絶対許さない。お姉ちゃんとロムちゃん、私に任せください。2人のために負けられないの。任せてください。幼女のためなら死ねる。さあ行くわよ。華麗に決めろ。さあ行くわよ。任せてください。幼女の匂いが。あくくくく、くらいよ。私の番ね。高音器はあんま当たらないんだけど。痛えな。こんなのはどうかしら。アイテムを使うわ。
私の番ね。アイテムを使うわ。アイテムを使うわ。私も女神様だからアイテム使うね。これは私の番ですね。これはどうです？これはどうです？幼女のためなら死ねる。こんな感じ。私も頑張る。これは私の番ね。私に任せなさい。私も頑張る。これは年齢二桁以上はババア。そこよっ、さあ行くわよ。とりあえず解毒、この効果ならどうかしら。私だって女神なんだから。プロセッサユニット装着完了っと。で、新プロセッサー、氷の棺で永遠に眠るといいわ。アイスコフィン。うん、いいよ。私に任せなさい。プロセッサユニット装着。装着完了ね。とりあえずガードダメージ大きい方だよな。みんなまとめて投げ払ってあげる。本気でいきます。注目してください。プロセッサユニット装着完了。ガードダメージ236、350。あ、これかな。打ち抜きます。相手が誰でも負けるつもりはないわ。やめて。やめて。絶対に負けられないの。やめて。もう迷いはありません。やめて。私も本気出すね。プロセスユニット装着完了。エターナルフォースフリザード。みんなまとめて相手にしてあげる。氷の棺で永遠に眠るといいわ。アイスコフィン。幼女の匂いが暗い。私たちの思いは一つ。さてさて。ロムちゃんは私、威力は十分なはずよ。負けない。絶対。負けない。もう迷いはありません。いらっしゃいます。行くことだけはできません。やめて。瞬殺してあげる。そろそろ高いやつまずいかな。蜂の巣に
してあげるわ。私だってやれる。アイテム使うよ。もう迷いはありません。このアイテムはどうですか。この思いは誰にも負けない。効果的に使わなくちゃ。うまいことこう変身してる状態をね、瞬殺し、していかないと。遠慮なく使うわよ。幼女のためなら死ぬ。音、あ、やべ、やったぞ。全国100万人の幼女たち、1カ所にもらったな。蘇生くらい簡単簡単。この思いは誰にも負けない。今が使い時ね。本気でいきます。これはどうです。プロセスユニット装着。メガネネプギア誕生です。でも SP 回復したいから やめて。年齢2桁以上はババ。あ、またこれ効くのか。お、耐えた。そこ瞬殺してあげる。ネプギア順番回ってこねえな。一回がっつり回復しといたな。してくるね。そこ私の番。一応耐えてんだけど。攻めるか。アイスコフィー。ガードブレイクをしている間に。噂がなかったな。このアイテムはどうですか。どうしよう。このアイテムはどうですか。この思いは誰にも負けない。今が使い時ね。効果的に使わなくちゃ。また来るかな。幼女のためなら。また来るか。でも狙いがずれたことで。間違えた。多分ネプギアにターン回れば勝てるんだよな。アイテム使うよ。ア
相手が誰でも負けるつもりはないわ。コス1か。回復で。このアイテムなら。女神としてみんなを守りたいんです。こんなことはしたくないけど、やるしかないの。あん、そこ。あん、幼女、最高。みんなもゲーム業界も私が守ってみる。それに上がらんか。